皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今日は静岡県立富士宮東高校の福祉科を、紹介します。富士宮東高校、短くすると宮戸って言うんですけれど、宮戸の福祉科は県東部地区唯一の公立高校の福祉科です。で、3年間で52日間の施設実習を行います。この施設実習を通して、この福祉だけじゃなくて介護やリハビリ、医療に興味を持つ生徒が現れてくるそうです。そして多少コミュニケーション能力、ね、これに問題がある生徒もこの実習で鍛えられて、さらに上級の学校に進学すると、そういう生徒もいるそうです。で、一番すごいと思ったのは3つ目の介護福祉士国家試験合格が5年間連続で 100%、 つまり福祉科の生徒は全員5年連続でこの国家資格合格してる、すごい実績だと思います。そして今年度は県高校生介護技術コンテストで優勝して、つまり静岡県で一番になって、東海大会、こちらに出場しています。で、裁量枠なんですけれど、裁量枠は1と2があって、1が体育的活動、こちら定員の 10% 程度を取る予定になっています。男子は野球とバスケットボールとハンドボール、女子はソフトテニス、このようになっていて、これ実技と聞き取り、これを行うと言っていました。で、裁量枠の2、これは学会の適性、もちろん福祉の適性ですね、これを見ます。これでは定員の 30% 程度取る予定になっています。作文を書いてもらって、福祉とか医療、看護分野への適性と意欲を見る、さらに、上級学校への、進学の意欲、この辺も確認するとおっしゃっていました。今回は富士宮東高校の福祉科について紹介しました。前回、ね、富士宮東高校アートコース、普通科のアートコース、黒板アートで有名なそのコースですね、こちらも紹介しているので、そちらも興味のある方は見てください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。